京都で行われた日韓首脳会談で、韓国のイ・ミョンバク大統領は従軍慰安婦問題の解決を求めましたが、野田総理大臣は法的には解決済みであると強調しました。友好的なムードの中始まった日韓首脳会談ですが、再燃した従軍慰安婦問題により両国の間にトゲを残す結果となりました。イ大統領は会談の冒頭、退出を求められる報道陣を横目に慰安婦問題について切り出しました。およそ1時間の会談の多くが慰安婦問題に費やされました。我が国の法的立場はもうすでに決まっているというか、決着済みということになっていますので、我が国の立場はご承知の通りであると。一方で野田総理は人道的見地での努力は続けていくとした上で、この問題について知恵を絞っていきたいと述べました。また韓国の日本大使館前に建てられた慰安婦を象徴する像の早期撤去を改めて求めました。北朝鮮の核問題への対応や経済連携協定の締結に向けた協力などでは一致しましたが、未来志向の日韓関係を目指すのとは裏腹に歴史問題が前面に出た会談となりました。